ラファエル・モンテロ・ケサダは、ドミニカ共和国エリアスピーニャ州、バニカ出身のプロ野球選手、ウトを右打ち、MLB のヒューストン・アストロズ所属。相性は不慣れた。2011年1月20日にアマチュアフリーエージェントで、ニューヨーク・メッツと契約を結んだ。この年参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・メッツ1で、プロデビュー。4試合に先発登板して1勝1敗。 防御率1.00、20奪三振を記録した。6月20日に、ルーキー級、ガルフコーストリーグメッツへ移動した。4試合に先発登板して2勝1敗、防御率4.24、9奪三振を記録した。8月6日にアパラチアンリーグのルーキー級、キングスポートメッツへ移動した。7試合に登板して1勝2敗1セーブ、防御率1.45。 三十二奪三振を記録した。八月三十一日に A-9 ブルックリン、サイクロンズへ昇格した。二試合に登板して一勝0敗、防御率3.60、5奪三振を記録した。2012年は、A 級、サバンナサンドナッツで12試合に先発登板して6勝3敗、防御率2.52、54奪三振を記録した。六月二十一日に、 A 級セントルーシーメッツへ昇格した。8試合に先発登板し、5勝2敗、防御率2.13、56奪三振を記録した。2013年にベースボールアメリカの有望株ランキングでは、チーム内で5位にランクされた。このシーズンは A 級ビンガムトンメッツでプレーし、11試合に登板。7勝3敗、防御率2.43と高騰し、 6月にトリプル A 級ラスベガスフィフティィテワンズに昇格した。トリプル A 級ラスベガスでは16試合に先発当板して5勝4敗、防御率3.05、78奪三振を記録した。2014年はトリプル A 級ラスベガスで開幕を迎え、8試合に当板。5月14日にメッツとメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。 同日のニューヨークヤンキース戦で、先発起用されメジャーデビュー。6回を投げ、ヤンガービス・ソラーテとマーク・テシェイラに、本塁打を打たれるも、5安打3失点に抑えたが、相手先発の田中正宏に、打線は完封され、メジャー初黒星を起死した。この年は先発で8試合、リリーフで2試合に登板し、計44.1イニングを投げた。防御率は4.06だったが、 勝ち運に恵まれずに一生三敗と負け越した。2015年は出番が減少し、5試合に投げただけだった。防御率は4.50まで上昇したが、10.0イニングで13の三振を奪い、脱三振率11.7という優秀な数値をマークした。2016年は9試合に登板、うち3試合で先発登板したが、 防御率8.05ホイップ2.05とキャリアワーストの炎上だった。ただ、その中でも9.0超の脱三振率をマークし、三振を奪える力は持っていることを垣間見せた。マイナーでは AA 級、ビンガムトンとトリプ AA 級ラスベガスの2チームで、計25試合に先発登板。8勝9敗、防御率5.30。 ホイップ1.59といういまいちの成績だった。2017年は34試合に登板して5勝11敗、防御率5.52、114奪三振を記録した。2018年は開幕前の3月にトミー・ジョン手術を受けたためシーズンを全休した。オフの11月2日に FA となった。2019年1月4日にテキサス・レンジャーズと マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕を参加のトリプル a 級ナッシュビルサウンズで迎え、7月22日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。2020年12月15日にホセ・クーニエル及び後日発表選手とのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。 2021年はクローザーを務めたが不安定な投球が続き7月23日にディーフとなった。2021年7月27日にエイブラハムトロ、ジョー・スミスとのトレードでテンドールグレーブマンと共にヒューストン・アストロズへ移籍した。ありがとうございます。